から集まった現金が180億円です。本当に日本に親愛の情を持っている、日本を友達だと思っている国がどこか、これでよくお分かりになったと思います。台湾こそが我々の友人であります。ただ残念なことに台湾は国として認められておりません。2300万人も暮らしておりまして、経済的にも非常に優れた国であるにもかかわらず、台湾という国は今国として認められておりません。中華民国というのは国ではありません。台湾の正式名称は中華民国ではありません。中華民国という国は存在しておりません。ですから日本としては中華民国という滅亡した国と国交を結ぶわけにはいきませんので、台湾とは国交がないという悲しい現実になっておりますが、いずれ台湾人が台湾という国を作るでしょう。我々はそれを全力で応援いたします。国でなくても2300万人の台湾人たちが200億円近い義援金を集めてくださいました。これは紛れもない現実です。それに対して我々はがむしゃ台湾、サンキュー台湾ということで感謝の念を表したいと思います。今はビラをお配りしておりますので、ぜひお手に取っていただきまして、台湾がどれだけのことをしていただきたいとか、ぜひご覧いただけたらと思います。台湾は不幸な民族です。終戦後、日本という国籍を外されてしまって、今はどこの国にも属さない、ただ台湾人が平和に暮らしているだけの国となってしまいました。台湾という国名は存在しません。ですが日本に200億円も義援金を集めていただいた台湾人というのが存在しております。2300万人の人たちが日本に対して200億円近い義援金を民間からです。しかも台湾の国民党が出したわけではありません。中華民国の国民党が集めたわけではありません。民間人が200億円近く集めていただきまして、今なおその義援活動は続いているということです。ぜひ皆さん、中国ブームとか言ってる場合じゃありません。本当の友人が誰なのか、これではっきりしたと思います。中国は台湾を自分たちのもんだと言い張っておりますが、それが寝言であることは皆さん尖閣諸島の問題を見ててよくお分かりかと思います。尖閣諸島にしろ、沖縄にしろ、主な中国という国は何でもかんでも自分たちのもんだと100回嘘を塗り固めて本当にしてしまう民族です。大昔は台湾なんて苦情の地で伝染病が蔓延しているところだから、そんなものいらないと言っていながら、台湾が経済的に発展を遂げると俺のもんだと言い始めました。尖閣諸島も大昔には全く興味なかったくせに、石油が出ると分かると俺のもんだと言い始めました。ベトナムの南沙諸島でもいきなりベトナム人の島を奪い取りました。武力で奪い取りました。今ベトナムでは中国に対する反中デモが頻繁に起きております。フィリピンでもマレーシアでも中国の覇権主義、強引なやり方に対して怒りの声が巻き起こっております。我々の友人台湾に対して中国は1500発ものミサイルを向けております。武力で奪い取ろうとしております。こんなことが許されていいんでしょうか。日本に対して、東北の大震災に対して200億円も上る義援金を集めていただきました。台湾、我々の友人です。台湾人に対して何かお礼をしたいと思いませんか。まずは台湾人の置かれた悲惨な状況、どこの国にも属さない国のない台湾人たちに現状に目を向けてみてください。主な中国から脅迫され続けている台湾の現状に目を向けてみてください。そして簡単なことです。一度台湾に行ってみましょう。台北でも台南でも台中でも結構です。一度行けば必ず台湾の魅力に取りつかれるでしょう。優しい人々、おいしい食事、懐かしい街並み、美しい山々、どれをとっても素晴らしいところです。ぜひ皆さん台湾に感謝、ガムシャ台湾ということで、この本、フラウ考案者のフラウも一度お買い求めいただき、台湾特集をご覧になってください。サンキュー台湾、ガムシャ台湾、ありがとうございます。感謝しております。おつるさん、おつるさん。さあ、喋んない。ちょっと交代、喉渇いて。皆さんこんにちは。本日は台湾のことを応援し、皆さんにもっともっと親日国、日本が大好きな台湾のことを知っていただきたいと思い、ビラも配っております。どうぞ皆様、本当に日本が大好きで、日本と本当に信頼し合う仲良しの国、台湾を知ってください。海外旅行行くなら韓国や中国に行かず、ぜひ台湾にお出かけください。台湾の方々は本当に日本人に近く、日本人を尊敬してくださり、本当に温かくお迎えくださいます。台湾万歳です。皆さんぜひ台湾にお出かけください。私、日本シルクロード科学クラブ中曽千鶴子と申します。中国の問題勉強しておりますが、中国とべったりの民主党間、中国ばかりを、中国、韓国、北朝鮮ばかりを優遇する韓首相、この台湾がこれだけ日本の東日本大震災のために本当になけなしのお金を集め、たくさんのご寄付をしてくださった台湾のことを日本のマスコミも報道せず、反民主党政府は台湾を、この素晴らしい台湾の真心を無視しております。こんなことが許されてはなりません。私ども日本人はこの本当に愛と真心をくれた台湾の方々に心から感謝をしたいと思っております。どうぞ皆さん、台湾のことをもっと知ってください。テレビは中国や韓国のことばかり報道し、ドラマにしていますが、台湾の素晴らしさを少しも報道しないんです。これは本当に日本が中国の属国になっているような今の日本の状況が、台湾のことを国民に伝えない、こういった状況になっているからです。拉致犯罪者を支援するような韓首相、皆さん本当に愛想が尽きていると思います。この民主党政権は本当に中国のため、韓国のためばかりを今主張しています。日本のためではなく、中国のための政治をしています。なぜ7月1日に中国のことを優遇する中国人の観光客をどんどん呼んでくる、中国人の移民を奨励するような法律を7月7月1日に発表するのか、これは7月1日が中国建国のお祝いの日だからです。お祝いの日に日本の政治を、日本の政策をプレゼントしていくのがこの日本です。反民主党政権です。恐ろしいことです。麻生政権の時には中国からの観光客は本当に裕福な人しか日本にビザがおりませんでした。ところが現在どんどんそれが規制緩和され、中流層も観光に来ることができるようになりました。見てください、この大阪の街、京都の街、東京、中国人だらけではありませんか。そして東日本大震災で人々が苦しんでいて、本当にその復興政策が必要である、そのような大切な時、三首相は言い訳ばかりをしておりました。そんな忙しい時に実は民主党政権は134項目の規制緩和をする法律を提出しているんです。よく大震災の大変な時に4月8日です、4月になぜそんな134個の項目を提出することができるのか、これはね、東日本大震災に全然関係のない項目なんですよ。その中にですね、恐ろしいことに沖縄には中国人がいくらでも、今後個人が、団体ではなく個人が観光で訪れてもいいような流れを作っている政府ですけれども、なんと中国から来る、中国から勉強に来ている個人に対して、その妻や子供なら分かります、その両親、そして配偶者の両親、子供たち全てが日本に来ることを許すようなことを解禁しました。1人中国人が日本に来ると6人の家族がついてくる、そして家族ではない人が家族のふりをしてついてくる。いいですか、今日本人100万人の中国人がいます。どんどん増え続けてきます。100万人今後中国人を受け入れたら、その家族、子供、親戚がついてきて600万人になるってことです。今少数民族のウイグル、チベット、内モンゴルが中国に侵略され、漢民族が流入して本当にひどいことになっています。少数民族は虐殺され、伝統文化を奪われています。ウイグルでは1949年には漢民族が 7% しかいませんでしたけれども、今現在 50%、60% 漢民族になり、ウイグル人は少数となってしまっています。そして内モンゴルでは現在もともとのモンゴル人が 20%、 チンギスカーンで有名な内モンゴルの人口が今や漢民族が 80% となっているんです。もう内モンゴル、モンゴルの人たちには発言権もなければ、政治を誘導する力もなければ、文化を発展させる力もないんです。 80% の漢民族が内モンゴルを乗っ取ってしまいました。今日本にいる中国人は100万人です。この反日国家の中国人がどん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 増え続ける。沖縄をウイグル、チベット、内モンゴルのような自治区にするという広告がすでにもう中国では出ています。琉球特別自治区、これはもう中国で発表されているんです。沖縄が危ない、次は尖閣どころではありません。沖縄本島が危ない、次は日本です。東京に昨日できましたが、コンビニに入ると、全てのコンビニの店員は中国の留学生でした。日本人が今、本当に不況で、新卒の学生さん、大学生さん、50社受けても100社受けても、いいところに就職できない、本当に苦しんでいる若い大学生の人たち、たくさんいると思います。なのにですよ、日本の企業はわざわざ中国に行って、新卒者の説明会で中国人を大量に採用してるんです。このような実態です。どんどん日本の企業、経済、そして政治、全て中国人に乗っ取られてしまいます。台湾の方をどんどん受け入れるのは素晴らしいし、本当にいいんです。親日の国家が台湾だからです。けれども、台湾の方は少ない。内モンゴルの方やチベットの方、そしてウイグルの方はどんどん日本に来ていただきたいです。親日の方々だからです。でも、今の中国人の20代、30代は、反日教育を子どもの時から受け続け、反日の映画を見、反日のドラマを見て育った人たちです。なぜそんな反日の人たちに日本人がこびへつらわなければならないのか。韓首相、民主党はどうして中国、韓国、北朝鮮にこびへつらうのか。皆さん、このことを深く考えてください。本当に日本が占拠されるような中国10年後、20年後、50年後、このような日本になってしまえば、台湾の方々を助けるどころではなくなるんです。私たち日本人がしっかりと日本のアイデンティティを守り、日本の伝統と文化を守り、そして台湾の人々と友好的関係をもっともっと築いていく。そしてウイグル、チベット、内モンゴルの人々を助ける。いいですか。尖閣諸島、今年の6月11日に仙台の船が、船村の船が来ると言われていましたが、中国人はずる賢く、東日本大震災があるから世界中に非難を浴びるということで中止いたしました。けれども、来年の6月です。来年の6月は本当に注意してください。なぜなら、来年の7月が沖縄が返還されて、返還された40周年記念日だからです。この6月に、来年の6月に中国が尖閣諸島に仙台船を引き連れ、攻めてきます。日本が危ない、沖縄が危ない、私たちはしっかりとそこを守り、日本を守り、台湾を守り、そして少数民族の虐殺をしている中国にノーと言い、内モンゴル、チベット、そしてウイグルの人々を助ける。日本人の真心、そして道徳心、正義、義教心、このような誇りを大事にしなければなりません。私が子供の時は時代劇などがあって、本当に感染掌握、正義感、そういったものがどんどん子供たちの元のヒーローは正義感があるんだという教育がまだありました。ところが今どうでしょう、実況者教育、これによって中国のことばかり、日本人が悪い、日本は戦争でひどいことをしたという嘘ばかり教えられ、そして今の私たちの若い世代はそれを信じてしまっている。時代劇ではどんどんなくなります。正義感っていうのがかっこ悪いことのように今の教育になってるんです。水戸黄門終わりますよ。おかしいです。正義感、反戦懲悪がおかしいという世の中、そしてずるいこと、お金のためなら嘘ついてもいい、そういったような教育が出されているこの日本の危機を皆さん感じをし、そのための尊敬してくださいますし、また台湾の国自身もそのような国でございます。皆さん、その台湾が中国に狙われている、中国がこそがお金のためならどんな卑劣なこともする、汚いこともする、人も殺す、人もつく、ずるい汚い国なんです。この中国が台湾を狙う、そして沖縄を狙う、日本を狙う。もっと皆さん気づいてください。民主党の間に投票した人、今後悔していると思います。後悔どころではありません。民主党の間、民主党は極左なんですよ。極左ってご存知ですか？中国や北朝鮮に追随して日本を壊し、日本を中国、北朝鮮にプレゼント、韓国にプレゼントするようなのが今の政治になってるんですよ。私たちも未来の子どもたちを守りましょう。そのためにも台湾を本当に日本の防衛の本当に大切な台湾を守り、もっと子どもたちに台湾の素晴らしさ、日本の素晴らしさを伝えていかないといけないんですよ。いいですか？皆さん、中国のテレビ、韓流ドラマとか、韓国のさらか少女時代かなんか知りませんけど、あんなのに騙されたらいけませんよ。中国人、韓国人に嘘ついて顔整形してる少女時代とかさらみたいな、みんなキャーキャー言ってたらいけませんよ。日本人、本当の姿形じゃない真心を大切にする、卑怯心、正義、道徳、これを大切にするのが日本人ですよ。チャラ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 した今の日本、おかしいと思いませんか？本当に戦争を経験してきた、戦争で亡くなった方、帝国で嘆いてますよ、今の日本を見て。いいですか？戦争で亡くなった方々、そのもっと1000年、2000年、縄文時代から1万年続いてきて、